はい、じゃあ続いてちょっと大輔、今年から出た気になる板持ってるんで、ぜひ説明の方お願いします。はい、僕が持ってるこの板、スペシャルエフェクツ152センチ。この板の一番の特徴は、なんといってもケツが初めて導入したノーズが 3D 形状になってます。お、歪んでますね、ここが。そしてスワローテール、そしてボリュームシフトになってるんで、だいたい通常の板のワンサイズダウンさせて乗る感じになっています。僕身長178センチなんですけど、まあ、この152センチでもうどこまででもいけちゃいますね。これサイズのバリエーションは？サイズのバリエーション結構あって、152センチ、その下が148、44、42、結構選びたい放題になってます。これ152センチが一番大きい。これ一番大きい。一番長い。一番長いモデルになってますね。で、そしてこのやっぱジャパニーズテイストのデザインも、そうだね、決め手の一つかなっていう。太いよね。太いです。あとやっぱシンタード4000っていうすごいソールもいいの使ってるんで、うん、育てればすごいちょっぱやになります。ちょっぱやになります。ちょっぱになります。でもこれあれですよね。ヨウさんが結構開発にも加わったって聞いたんですけど。そうなんですよね。そうなんですか。はい。あなたも実は関わって、はい、一緒に、ね、あの妙高でセッション。はい。二人して関わったんですか。そうなんですよ。向こうの US のね、プロダクトのやつらと、はい、あの極秘ミーティング。極秘ミーティングをしてる時に、はい、こういう板が 3D なノーズがあったらいいよねなんていうのを、うん、一緒に話し込んだりセッションしていたら、もう翌年にはサンプルボードが出来上がってた。仕事早いですね。はい、すぐできたんですよ。で今ね、向こうの開発のやつが結構フレキシブルっていうか頭柔らかい人になって、どん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 いいアイデア拾っていいものを作るようになってて。へ、ヨウ君も乗ってる。そう、僕も乗ってて、僕は44センチこの黄色ソールでやってるんですけど、僕感じたことはやっぱこの 3D のノーズになることによって、パウダーでの浮きが、まあ、どの板でも浮くんだけど、低速時からサクッと雪面に上がってくる感じ。ああ、そうですね、うん、なるほど。低速じゃなくても 3D だからすぐ浮いてくるのはすごい大きなメリット。あ、そうなんだ。うん、あともちろん、あの、カービング中、この、こう、傾けるじゃない、だけど、3D によって、このエッジコンタクト浮いてるんで、はいはい、この前に引っかかるのがないから、うん、すごいスムーズに入れる。ターンの入力がすごい入りやすいと、なってるね。で、あと、これ、サイドカーブが、すごいきついのよ。結構小回りなの。板がで、浮力もあって低速でも遊べるから、割とあの午後とかさ、うん、パウダーボコボコになった後とか、はいはいはい、ねえな、もうパウダー売り切れだななんて時にこれ乗ると、うん、もう見た、もう世界が変わって、おーおお、あるねあるねみたいな感じになって、最後まで楽しめちゃう。へえ、ね、あとテールもさ、このフィッシュテール、うん、はい、まあ、乗ったらだいぶ違います、ね、うん、動くんで、テールの曲がり、はい、もう楽しい。あ、結構最後まで粘れる。結構粘れるんで、もちろん短い分すっぽ抜けるんだけど、なんかね、うん、独特な感じがすっごい癖になる。へえ、ついハマって割とずっと乗ってっちゃうっていう面白さだね。日本の山にはぴったりな板ですよねって思うね。すごい、うん。じゃあハイスピードで逆にあのパウダーまだ怖いなっていう女の子とかは、こういうそのスピードが遅くても行きたい人には持ってこいってことですね。そうだわ、うん、初心者にはいいかもしれない。あ、いいっすね、うん、もちろん上級者だったらね、細かい森の中とか行けると思うし、うんうんうん、結構ねパウダー行きたいけどスピードが怖くて、そうなんですよ、パウダー入れないっていう ね、うん、こう人もいると思うんで、そういう人にはすごくおすすめの。操作性もいいんで、うん、もちろん短いからね、取り回ししやすいっていうのもあるしね、うんうん、もうサイズも豊富なんで、ね、太いけど、
まあ 3D だから、うん、この切り返しも苦にならないしね。なるほど。結構面白い。これは個性的な板です。いいですね。ケツ初の 3D スペシャルエフェクト。うん、はい、まあ、あの、クールビーンの後継種と言われてる板だけど、うんうん、実際乗った感じは、まあ、全然違います。全然違う。うん。テールの形がちょっと似てるな、みたいな。はい、そうだね。テールキックもあるから、テールキックあるったらまた全然乗り物変わっちゃうし、うん、面白いです、ね。まあ、あと、フラットだから。うん、あ、フラットなんだ。で、フラットでいきなりもうスプーン。うん。これ、大輔、スタンスは何歩で乗ってるの？僕、スタンスは、これ52ですね。52だ。はい。アンクルは？アンクルは21の、プラス3ですね。プラスだね。大輔もこれは前に振るんだ。前に振ってますね。ちなみに、ヨウ君は、これの場合はこれ、多分30度ぐらいで、6度ぐらい。あ、やっぱりさっき、ニセコプレジャーズの時は27度。はい。あ、やっぱり太いから、変えてるんですね。逆にこれでダックで乗ったらどうなるんですか？どうなんでしょうね。でも人の関節次第だから。ああ、まあそうですね。股関節と膝関節と足首関節によるから。まあ決してね、こう、ライダーが乗ってるスタンスが全てじゃないんでね。うん、もういろんな人、個人それぞれのね、うん、でも滑りやすいポジションがあるとは思うんですけど、まあぜひ参考まで、りょうくんと大輔が乗ってるスペシャルエフェクト、アンクルは両方プラスプラスだと。してスタンスは狭める。これを参考にぜひスペシャルエフェクトをね、乗っていただきたいですね。はい、はい、まあセカンドボードには受付ですよ。いいですね、セカンドボードね。ぜひスペシャルエフェクトもチェックお願いします、ね。はい、で大輔の使ってるビンディングはフォーミュラーでね。はい、フォーミュラーどんなビンディングですか？フォーミュラーなんといってもこのシンプルさ、クラシックなデザイン、うん、そしてシンプルで使い勝手がいい。で、K2 ライダーで一番使用率が高いのがやっぱあれですね。うん。僕もこれ使ってる。あ、ヨウ君もフォーミュラー。うん、どうですか、ヨウ君からフォーミュラーは？いやー、反応早くていいし、うんうん、僕ブーツとか板とか柔らかいの好きだけど、全部が柔らかいと頼りないんで、やっぱどっかは硬いのが欲しいなと思って、うんうん、僕もその反応がいいっていうのでフォーミュラー選んでて、うんうん、でやっぱハードな場所も僕行くから、うんうん、どうしてもある程度反応が良くないと対応しきれないというか、うん、まあ、対応しきれるけど、まあ、本当、ね、感覚の差ぐらいなんですけど、うん、やっぱそうで言ったらすごいケツの中でも一番反応が良くて、板にすごい力が伝わりやすいというか、うんうん、でカントも3度入ってるんで、すごい踏み込みやすく板に圧をかけやすい、うん、そしてまあ BAT とかとも一緒なんですけど、トゥーストラップがすごい特徴的で、どんなブーツにもフィットするような設計になってますね。うん、あとドライバーが必要ないという、うんうんうん、ここで全部長さも調整できるんで、うん、こう雪山行った時にグローブ履いたまま長さ調整できたりとか、うんうん、細かい動きができるんで、すごいおすすめなところですね。それでかいよね。それすごいでかいですよ、やっぱり。人に履かせたり、板チェーンするときとか、うんうん、ブーツ違う人でも全然乗れるからね。うん、自分でもなんかね、シーズン前にはこうセッティングするけど、いざつけてみたらね、あれちょっと違ったなっていうときにね、サクッとこう簡単にできるからすごい楽で、うん、ドライバーいるのここぐらいでしょ。あ、ですね、うん、ここだけだから、ここはもうほぼいじらないから、はい、でここもね、ラダーストラップもこうやって巻き巻きすれば簡単に取れるからね、こうやってね。まあ、もう K2 ビンディングめちゃくちゃいいいいとこですね。あともう一個あるんだけど、はい、K2 のこのアンクルストラップあるでしょ、はい、ここがガバガバ動くんですよ。なぜかっていうと、板履いた時にここが固められちゃうと、この形でブーツ履く時邪魔になるんだよ、はい、でもここをこうやって開いてるとエントリーしやすいんだよ。K2 のビンディングほとんどそれになってるからね、もう全く触ったことないっていう人もすごい履きやすいビンディング。道理で履きやすいわけですね。そうなんですよ、サクッと履けちゃう。道理でそんな優しさがいっぱい詰まったバインディングになってます
素晴らしい、いい締めです。はい、ありがとうございました。